こんにちは、純一です。真空管アンプや、周辺機材の自作をしている YouTuber です。海外からね、ちょっとご覧いただいている方が、増えてきてましたので、ちょっと和装でと思って、今日はジンベエを着ています。身内にはね、全然似合わないよっていうことで言われてしまったんですけども、どうでしょう、いかがでしょうか。今日はね、そういう話ではなくて、巷では、スーパーの袋が有料になったり、昔のね、某家電メーカーが電気自動車を発表するなど、環境廃炉にした、ニュースっていうのが、日々出てきています。じゃあこの機会なので、オーディオの趣味はね、環境廃炉って、されているのか、今日はそんなことをちょっとお時間をいただいて、お話をさせていただけたらなと思います。オーディオは電気の機械ですから、電気を使います。ということであれば、日本であれば火力発電、っていうのがね、どうしても多いです。でそこでは化石燃料を使って、最終的に音楽を聴いているという状態です。あと水力とか、ソーラーパネルとかね、と風車、原子力、ありますけども、エネルギーは化石燃料以外から、得ていますけども、直接得ていますけども、それぞれの装置を作るまでっていうのは、多くの、ね、化石燃料が使われてきたんではないかなと、考えられます。そういったことから考えると、少しね、環境に配慮をしていかないといけない趣味なのかなというふうに、思うところがあります。しかしですね、ということで終わってしまうと、動画が終わってしまいます。真空管アンプ、私が好きな真空管アンプですとか、多分真空管アンプに今興味のある方が動画をご覧いただいていると思いますから、他の手段と比べて、環境にね、どの程度配慮されているかっていうのを、お話ししてみたいなと思います。僕はね、真空管アンプは、トランジスタを使ったアンプよりも、圧倒的にね、環境配慮っていうのはされているんじゃないかなと思っています。例えば、真空管アンプの消費電力を、ね、皆さんご存知でしょうか。でも型チャンネル、5W あたりの、アンプで、出力っていうのは、たった 70W です。例えばトランジスターで8オーム 80W というアンプであると、消費電力は 300W ぐらいあります。で、真空管アンプは出力が小さいので、厳密にちょっと比較っていうのはやっぱりちょっと難しいという部分はあります。ただ、それぞれね、このトランジスターのアンプと真空管アンプとっていうことで、組み合わせるスピーカーも、一緒に考えてみたいなと思います。で、真空管アンプを使っている場合、やっぱりね、スピーカーは、能率が高いものを組み合わせるケースが多いと思います。それは決して真空管の出力が小さいから能率が高いものを選ぶのではなくて、やはりね、その音のマッチの面から言って、どうしても能率が高いやつの方が真空管と組み合わせるとよりいい、音を得られるというふうに私は、思っています。で、一方で能率の、少しね、低いスピーカーというものは、いい音で鳴らそうと思うと、何をアンプを選ぶかっていうのは、皆さんよくご存知なところではないかなと思います。で、最終的なこの耳に到達する音の大きさを考えると、真空管アンプは使用したエネルギーに対して大きな音量が得られるというふうに考えられます。環境への負荷という面ではね、真空管アンプでシステムを組んだ方が優しいんではないかというのが僕のね、意見になります。またアンプをね、使用するだけではなくて、機械ですので、物としての、環境への、配慮っていうのを考えてみたいと思います。使用するだけではなくて、アンプは機械ですので、物としての環境配慮を少し考えてみたいなと思います。真空管や、トランジスタといった素子のね、ちょっと製造工程を考えてみたいなと思います。真空管の製造工程は、100年ぐらい多分経ってると思うんですけども、大きな変更っていうのは多分、ないんじゃないかなと思います。逆に言うと、その大昔に使われていたシンプルな装置を、メンテナンスすればね、今も真空管が作れるんじゃないかなと思います。一方でトランジスタの装置ですけども、技術革新ですとか投資の対象でありますので、
まあ、半導体製造装置はね、ある程度の年数は同じものを使いますけども、まあ、せいぜい5年か10年ということでどん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 更新をしていかないと、ね、ビジネスとして成り立たない世界ではないかなと思っています。で、装置をねこう組み立てるのにもすごい多くの人手がかかります。まあ、それは組むだけではなくて設計からの面からずっと考えていけばかなりの多くの人がかかります。で、ただね、昨今の、大手の半導体メーカーさんは多方面でのね、管理強化っていうのを非常にしているんです。細かい話はここではしないですけども、まあ、以前とですから比較して、まあ、多くの、人手がかかってコストがかかるっていうことはやっぱり環境にもすごくね、影響を及ぼす範囲が広くなっているっていうのが、半導体の実情ではないかなというふうに考えています。これはもう僕の考えですけども、オーディオの素子ということを考えると、真空管はね非常に環境に優しい素子ではないかなと思います。増幅素子について、捉えて考えてみましたけども、それ以外のアンプを構成する要素を考えてみます。まあ、増幅回路作るわけですけども、電気的にねどうやって構成されているのかを考えてみたいと思います。トランジスタアンプの場合は、プリント基板を使ってそこに部品を並べますね。まあ、ディップの部品であったりメインディストの部品であったりとしますけども、部品を並べて作ります。で、真空管アンプは古いアンプの作り方であれば、まあ、空中配線という形ですね。空中で抵抗をつけたりコンデンサーをつけたりということで、ラグ端子を使って配線しているかと思います。で、空中配線の方が、プリント基板よりも、耐用年数っていうのは、非常にね高いというふうに思います。で、プリント基板 もう積層の何枚も何枚もなっている基板を使ったら、一度壊れてしまったらもう、修理ってほぼ不可能なんですね。やっぱりプリント基板ごと交換するしか、直せないと、そういう状態です。ですからもうそのストックがなくなれば、その時点でそのアンプ自体はもうゴミにするしかないっていうような形ではないかと思います。つまり、まあ、こう長くねメンテナンスして使えるっていうこと自体も非常に、環境に配慮された、影響の小さい製品ではないかなというふうに思います。まあ、環境にねフレンドリーな、製品だなというふうに私は思っています。はい、今回は、こんな形で最近のそのね、環境配慮の動きに合わせて、ちょっと真空管アンプの優位性を考えてみました。まあ、動画の中の話っていうのはあくまでも私が、まあ、日々感じていることとか、からやったものであって、何か統計的なものではありませんので、そこはねちょっと、ご配慮いただければいいかなと思います。まあ、ただ一度、話をしてみたかったテーマになりますので、現在のね話題とマッチしましたので、動画に、してアップロードしてみました。僕のチャンネルでは、ご質問や、動画のテーマっていうのをね、いつも募集しております。聞いてみたい話ですとか、まあ、真空管アンプを、作る使うっていう面での、疑問がありましたら、ぜひコメント欄まで、ね、書いていただければ、まあ、それに対してまた動画でご返事をさせていただければと思います。今回はまた動画をご覧いただきましてありがとうございます。ではまた、お会いしましょう。